こんにちは。今回はですね、密かに人気の蒸気でホットアイマスクをご紹介したいと思います。こちらですね、私も寝る時ですとか、あとは旅行の移動中ですね、高速バスとか電車とかです、新幹線とか結構眠りにくい時とか飛行機とかですね、でつけると本当にぐっすり眠れる、かなりいい感じのアイテムになっていますね。で、眠れない夜とかにも結構おすすめなんですよね。で、こちらはですね、無香料になってるんですけれども、香りがついてるものもあるみたいです。ちょっと早速使ってみたいと思います。いつも使ってるんですけど、こういう感じで中を開けるとまたさらに袋に入っているので、こちらですね、開けていただくとまたもうすぐに温まるようにできているみたいで、ちょっと北海道みたいですよね。よいしょ。こちらチェック柄になっていて可愛い感じです。で、こちら耳にかける部分をこういう感じで取っていただいて、で早速目に当ててみたいと思います。あ、もうすでにあったかいですね。じわじわと、あ、いい感じです。癒されますね、これ。で、アイマスクだとあったかいだけじゃなくて、やっぱり視界もいい感じに暗くなるので、暗いプラスこのあったかい感じでかなり癒されますね。で、書いてあるのはだいたい40度ぐらいっていう感じになって表記されてるんですけど、そんなに40度がかなり伝わってくるっていう感じでもなく、いい感じのあったかさなので、これはかなり深い眠りにつけるんじゃないかなと思います。はい。で、ここの耳にかける部分もすごい柔らかいので、耳にかけてて痛いとかも多分ないと思うので、すごい安眠できそうなものですね。はい。結構こういう感じで便利アイテム、リラックスアイテム結構いっぱい出てるので、皆さんもぜひぜひお土産に使ってみてはいかがでしょうか。では、日本の旅行を楽しんでください。バイバーイ。